Hey, what's up? 山本です。私は今エジプトカイロ国際空港に来ております。先ほどカタール航空のファーストクラス使いましてドーハから到着したところになります。本日お届けする動画ですが、エジプトの滞在記お届けしたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験なら元 V リーガー私山本が旅の情報フライトレビューをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回エジプトの滞在記の予定なんですけども、マジで何も決まっておりません。ただいまの時刻朝の7時21分になりまして、昨日の夜12時とか1時ぐらいに到着して空港泊して今に至ります。どうすっかな、もう本当何もかも未定でノープランになりまして、いつエジプトを出国するかも未定ですし、あとはSIMカード、アハモは使える、楽天モバイル使えない、どうするかそこでも迷ってます。普段だったら、まあ、全然アハモでいいかなと思ったんですけども、いつ日本に帰るかもまだ決めてないんですよね。アハモ2週間までしか使えないので、確かエジプトSIMカード安かったような記憶があるので、それだったらSIMカード買った方がいいかなだとか、あとはもうカイロにいるべきか、ただカイロ2年前にも来てますし、行ったことがないアレクサンドリアだとかそういった街に行こうかなだとか、マジで迷ってるので、とりあえず空港出ますか。今バゲージクレームのところにいるんですよね。なのでまだ税関は通過しないような状況なんですよ。ずっとこのベンチに座って寝て今に至るというような状況なので、多分顔が少し疲れてるかもしれませんけども、とりあえずは税関抜けて空港の外出ましょうか。ちなみにエジプト空港タクシー普通にぼったくってきたりだとか、あとウーバー呼んだとしても、おお俺俺俺俺みたいな形で呼んでもないやつがあったかも、そういう風に運転手なりきってきたりだとか、あとはナンバープレートもアラビア数字で書かれたりだとかで、なかなか難易度高いです。なので皆さん気をつけていきましょう。ただしタクシーはめちゃくちゃ安いので、ピラミッドがあるキザのところからここまでだいたい1000円前後、1000円弱ぐらいで昔は2年前来れたので、結構時間はかかるんですけれども、タクシーはかなり安いです。無事に制限エリア抜けることができました。 SIM カードの件なんですけども、4社売ってるオフィスあります。値段的にはここが一番安いです。正面向かって一番右側の会社になります。 WE というものかな、ここが安くて 2.5 ギガで 109.71 ポンドになります。今だいたい1ポンド5円ぐらいなので550円ほどです。ただし 2.5 ギガしか使えませんので、それ以上の料金払わないとたくさんは使えないんですけど、ここが一番安くて、逆にボーダフォンが一番高かったです。ボーダフォン右から2番目、11ギガで208ポンドだいたい1000円ちょっと1050円ぐらいなんですけども、ただ11ギガしか使えないんですけども、こっちだったら 166.85 ポンドなので40ポンドぐらい高いですよね。でここ エティサラットっていうのかな、ここが逆に一番安かったです。27ギガ使えて200ポンドなのでだいたい1050円ぐらいです。ボーダフォンの11ギガよりも 2.5 倍ぐらい 2.4 倍ぐらい使えてさらに安いっていうね。であとはここオランジュだったかな、オレンジだったかな、ここが41ギガ280ポンドなので、まあ、でもこっちだったら42ギガで250ポンドですので、こっちの方が安かったり、ボーダフォンは2倍ぐらい高いですね。まあ、もしかしたら電波のつながりがいいのかもしれないですし、カイロだとか街中にいる分には全然安いところではいいとは思うんですけども、まあ、ただボーダフォンが電波がいいかわからないですけどね。仮に電波がいいから高いという論理で話すのであれば、ボーダフォン地方行ってもつながるということになりますよね。なので今回 SIM カード正直買うか買わないか迷ってます。なんでかっていうと、これ今アハモのサイト見てるんですけれども、私出国したの10月2日なんですよ。でそこからアハモ切ってたんですよね。楽天モバイルでインターネットつなげてたんですけれども、よくよく見たら10月3日はゼロ、その10月2日の217メガは自宅出てから関西空港ついて出国するまでの間がこの容量で、4日と5日謎に使ってるんですよね。ちなみに私の意図とは反してます。楽天モバイル設定したので使うはずがないんですけど、アハも計上されてるので、何が言いたいかというと、アハも日本出発してから海外の電波拾って2週間は対象国であれば使うことができるんですけども、2週間過ぎると極端に速度制限食らっちゃうんですよね。なので今回いつ帰るか未定だったので、極力アハモは使わないで最初楽天モバイルでしのごうかなと思ってたんですけども、その作戦が崩れてしまいました。なので今回は SIM カード買おうかなと思ったんですけども、買ったところでもアハモ使えるんですよね。でさらになぜか今 4G の電波掴んでるんですよ。なので本来 4G の電波掴んでいなかったら
こんな感じで表示されないんですけど、普通にもう今なぜかインターネットつながっちゃってるんですよね。あとはヤフーのページとかもなぜかつなげられるように なってるんですけども、ただ速度がすこぶる遅いんですよ。なのでアハモに確認しようにも全然つながらないですし、まあ、これをアハモ電波にしたらバリバリつないでくれるとは思うんですけども、どうしようね。とりあえず SIM カード買うことにしました。27ギガも使えてだいたい1000円ちょっとぐらいなので、とりあえずあった方が安心ですので SIM カード買います。 ATM 来てみました。空港内にも ATM あるんですけども、エジプトポンドめちゃくちゃ下がってるわ。日本円も下がってるんですけども、それ以上にエジプトポンド下がっております。以前来た際は1ポンド7円台だったと思うんですけども、2023年の初頭にかなり下がった、半分ぐらいに一気に下がったみたいなんですよね。だいぶありがたいわ。とりあえず900ポンド5000円弱分だけやってみようかな。そんな現金使うことないとは思うんですけどね、まあ、とりあえずこれでキャッシングしたいと思います。日本円今1ドル150円ぐらいになってるんですけども、エジプトポンドはそれ以上に下がってるので、旅行する身分の人間からするとすごくありがたい。この後は宿に向かいたいなと思います。もちろん公共の交通機関使っていくこともできるんですけども、かなり面倒です。今いる場所から空港のバスターミナルまで移動して、そこからバス乗ってメトロの駅まで移動して、その後メトロ地下鉄乗って移動して、着いたら歩くと、かなり安くはなると思います。それでも300円とかそれぐらいするのかな。で時間もかかります。歩く距離も長いです。だったらタクシーの方がいいよねと。でタクシーはもう本当にすごいぐらい言われます、タクシータクシーと。今空港の中にいますけども、空港の外出たらもっとタクシー抗議がすごい状況になるんですよね。めんどくさいじゃないですか。なのでウーバー使おうかなとは思ってたんですけども、215ポンドだいたい1050円ぐらいかな。昔今回の目的地よりも遠いピラミッドの方、ギザだったかな、こっちの方から空港まで700円ぐらいだったんですよね。で先ほどもお話した通り今通貨暴落してるんですけれども、それ以上にインフレが今すごくなってるのかな。なので2倍ぐらいのタクシー代になってるなっていう肌感覚はあるんですよね。なので215ポンドが今1000円ちょっとなんですけども、昔はそこまで高くなかった。ただし皆さんここで有益な情報を、もう一つ配車アプリ、これカリームっていうドバイかな UAE が発祥の配車アプリなんですけども、全く同じ行き先でも70ポンド違うんですよね。なので350円ぐらい違いますし、今回はこっちで使っていこうかなと思います。なのでありがたいサービス。タクシーって言ってくる人たちも多分300ポンドとか400ポンド請求してくると思いますので、まあ、いくら請求してくるかは分かりませんけども、基本的には今使っているカリームもしくはウーバー使っていくことをおすすめします。今回は安くなるカリーム使っていきたいと思います。とりあえず外出るか。ちなみにエジプトの空港、一度外出たら戻ってこれませんのでお気をつけください。相当人いっぱいだな。すごいカオスだ、人いっぱいだわ。とりあえずウーバーなどの配車アプリ、ここからは出てないんですよね。駐車場まで行く必要があります。出口出て左側です。正面が出発の建物になってるんですけれども、出発の建物を正面に見て左側に進みましょう。あそこ駐車場になりますので、カリームやウーバーの乗り降りあそこで行います。多分降りる際は前までつけてくれるのかもしれないんですけども、空港から乗る際は目の前はつけてくれません。あっちまで移動しなきゃいけません。先ほどは到着出て右とお伝えしたんですけども、左から行った方が近いですわ。 Google マップは左を指してたんですけども、距離的には右から行った方が近かったです。この後は車呼びます。今回はカリーム使って車呼びたいと思います。前回初めてカイロ来た際は盛大にはめられましたので気をつけてください。大体こういう配車アプリ使って予約してもちゃんと自分の名前を言えるか確認した方がいいかもしれません。お前ウーバーの運転手とかカリームの運転手来たら、あそうやでって言ってくるのは絶対 100% 言ってくるんですよね。ただ全く関係ない人がそう言ってくるんですよ。なのでこの後何が起こるかというと、本来予約してたドライバーがおいまだ来ねえのかっていう風になって、うわやられたと。でそっちにキャンセル料を払わなきゃいけない。で乗った方にはちょっと高めの運賃払わなきゃいけないという風になりかねませんので、こういった配車アプリ使う際は相手がちゃんと自分の名前を言えるかどうか、もちろんナンバーで確認するのもいいんですけども、アラビア語で書かれている場合もありますので読めないじゃないですか。僕も読めませんので、もし車がアラビア語ナンバーだったら、お前俺の名前言えるかっていうのを聞き直したいなと思います。そしてもさっきからもタクシータクシータクシーといっぱい言われるんですけども、気にせずに行きましょう。それではカリーム予約します。
今回はパーキングのロット C1 というところ、まあ、ここからなので結構近いじゃないですか。ここまで来たら 149.16 エジプトポンドで行けます。ウーバーは215ポンドなので350円ぐらい安くなります。ちなみに今回乗ったのは第3ターミナルの目の前の駐車場なので、第3ターミナル利用者はサクッと行けそうですね。で、車到着。アラビア語は読めません。これナンバーだからね。今回は騙されることなくちゃんと相手の名前も確認したので完璧です。行ってきます。出発します。車もプジョーの車で綺麗な車だし当たりだわ。目の前ルメリディアンカイロエアポートホテルです。1泊1万円台後半ぐらいかな。そんなバカみたいに高いホテルではないみたいです。渋滞なければいいんですけどね。とりあえず街中向かいます。カイロの街中入ってきました。2年前も来たんだけども、なんとなく覚えてるような覚えてないようなって感じかな。一番懸念点は Wi-Fi のスピードが速いかどうか。前回の時はもう遅すぎて動画が全然アップロードできなかったんですけども、今回どうなることやら。到着しました。渋滞もなく20分30分ぐらい着いたかな。ここが今日の宿トミです。すぐ隣に売店がある。とりあえず荷物置いていきましょうか。エレベーターがすごいレトロなんですけども、これでもこれも閉めた方がいいね。こいつを閉めの、OK。 すんごいエレベーターだな。こんなエレベーター初めて乗りました。宿到着しました。雰囲気最高だわ。そして寝てるちっちゃい、ごめんね起こしちゃって、おやすみなさいませ。でもう一匹いるのよ。こっちの子なんか舌出しながら寝てるよ。はい、こんにちは。毛が長い猫ちゃんでした。こんにちは。ここすごいな。5匹以上は少なくとも猫います。お腹空いたからコシャリ食べてくるね。バイバイ。多分ここコシャリの店だと思うんですよ。と思ったらこれ完全やってないじゃん。諦めます。と思ったら道路の向かい、あったー、コシャリ。もう炭水化物のオンパレードなんだけども、これがまたうめえのよ。コシャリ容器がいっぱい。うわ、エクストラエクストララージ。 SMLXLXXL です。 How much? スモールサイズ50、40、30。あー、このサイズかな。ミディアムサイズ到着しました。ちなみに店内飲食は XL サイズからじゃないとダメだって言われたんですよね。結構な量入ってるけど、これで200円ぐらいですからね。エジプトの国民食、これパスタと豆と、あと何だっけな、何入ってんだっけな、フライドオニオンか、いろいろ入って、これをトマトソースと一緒に混ぜて食べると、コシャリ、これがまたうまいんですよ。本当に日本だとなかなか食べられないんですけども、エジプト行ったらどこにでも売ってるんですよ。これめちゃくちゃうまい。もう炭水化物のオンパレードではあるんですけども、トマトソースが美味しいんだよな。お店によって若干コシャリの味が違うみたいなんですけども、今回滞在中またいろんなコシャリ屋さん行ってみようかなと思います。前回エジプト来た際もほぼ毎日コシャリ食べてました。それぐらいうまいんですよこれ。あ、皆さんもぜひエジプト来たら絶対食べてください。あとお米も入ってるのかな。これが本当に美味しいんだ。うん、うまい。ちょいと辛いのかけてみましょうか。ちょっとだけね、ちょっとだけこれぐらいにしとこう。辛いやつをかけたら味が全然変わらない。もう少し豪快にかけないとダメですね。あ、じゃあ来た、辛いない方がいいわ。あ、辛、めちゃくちゃ量多いわ。もう半分ぐらいは食べたと思うんですけども、全然減らねえ。今日1食目なんですけどね、コシャリすごいたまるわ。美味しいんだけどね、美味しいんだけど、この半分ぐらいの量でよかったわ。
増えるわけない。めちゃくちゃ量多かったわ。美味しかったんだけどね。宿で残り食べます。そしてここもここで美味しそうなやつ売ってるな。ポテトとかかな。あ、いいじゃないですか。あ、これも美味しそうな。このソーセージとかも美味しそうですよね。ただもう全部アラビア語で書いてるから全く解読不能。ちょうどいいとこにアイスクリーム屋さん10人以上並んで、皆さんアイスクリーム頬張ってるんですよ。今通る方々もアイスクリーム使ってますし、結構安そうだな。先ほどのコシャリ、あの量で30ポンドだから150円ぐらいですよ。めちゃくちゃ安いわ。東南アジアとかよりも安いですよ。あの量で、あの金額で、あのボリュームは本当に異次元。次はアイス。ちなみにアイスクリーム一旦店内で会計してから注文するみたいで、ここデザート屋さんと、今かお菓子屋さんか。めちゃくちゃうまそう。エクエレアだとかアラブっぽいスイーツもあったりだとか。あ、安いじゃん。これで370。ただ相当甘いんだろうな。本当にいろんな種類のお菓子売ってるので、このカップのタイプで34とか35とか40とか、ものによって違うって感じかな。このフルーツたっぷりのやつは765。いや、これはすごいわ。いろんな種類のお菓子売ってます。あとはこれマフィンなのかな、美味しそう。あとクッキー売ったりだとか、アラブっぽいスイーツ売ったりだとか。購入してきました。2スクープで40ポンドだから200円ぐらいか。さっきのコシャリがわけわかんないぐらい安かっただけ、ちょっと高く感じちゃうな。いろんな種類ある。 1,2,3,4,5,6,7 8種類あるんだよな。どうすよ。チョコとバニラかな。これなんだろうな。どうすかな。これ What's this? Cookies. クッキー、グリーンティー、ピスタチオ、マンゴー、チョコレート、バニラ、カシス、ストロベリー、キャラメル、ビスケット、ライム、ゲットしました。ところどころピスタチオついてるんですけど、ご愛嬌で。まずバニラ、あ、うまいね。柔らかめのアイス、食感もいいし、あ、いいわ。なので先ほどのコシャリが先ほど言った通り高く感じちゃうんですけど、2スクープで40ポンドなので200円ぐらいです。下のクッキーはどうでしょうか。あ、クッキーの方がうまいな。このアイス大正解。とりあえず宿戻るか。おはようございます。翌日になりました。昨日もいた、寝てた子だな、この椅子で。ちなみにこの子ちょっと尻尾がハゲ気味なんだよな。尻尾丸見えなのよ。だいたいこの宿5匹から10匹ぐらいは猫いるかな。もうここでも寝てるし。はい、こんにちは。はい、おはようございます。ごめんね。で、昨日置いた子、毛が長いね君は。どうしてそんな毛が長いんだい。ここに今3匹いて、あと三毛猫も3匹ぐらいいたりだとか。本当に猫だらけの宿。本当はもう一泊ここにしようかなと思ったんですけども、今日空いてなくて、泣く泣くこの宿を後にしたいと思います。この時間帯どこにいるんだろうな。結構な数いたんだけども、どっかに隠れて寝てんのかな。それかもっと上のこっちの方いるとか。昨日1匹あそこの隙間に隠れてたのよ。すごいな。あ、景色いいね。ただもう電線とかごちゃごちゃごちゃってなってるけども、茶色いな。中東の街って感じがするわ。とりあえず次の宿を移動したいと思います。ここ Wi-Fi が遅すぎて、もう YouTuber にとって死活です。動画1本上げるのに多分1週間から2週間かかるぐらい遅い。アップロードがね、1メガもないんですよ。だからもう無理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 。猫に癒されたのはいいんですけども。あ、いたいた、1匹。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、ご挨拶。こんにちは、ご挨拶どうぞ。この白黒の子と、この子も昨日いたな。ちょっと目が悪いのかな。こんにちは。あと 3,4 匹はいると思うんだけども、見当たらないので、今日はもうここの宿後にしたいと思います。バイバイ。宿出ました。近くにパン屋さん、1個10ポンド、だいたい50円ぐらいで、こういったドーナツ系のパンもあったりだとか、
ピザ的なパンもあるし、クロワッサンもあるし、どうすっかな、何にしよう。ドーナツ買いました。結構ずっしりだわ。ちなみに昨日もここ来て値段だけ聞いたんですよ。昨日10ポンドだよって言われて、今日買おうとしたら15ポンドだって言われたんですよね。危うくぼったくられるところでした。いや昨日10ポンドで言ったよって言ったら、ごめん10ポンドでいいよと。気をつけましょう。絶対に激ヤマだと思うんだよこれ。あ、めちゃくちゃ甘い。中に練乳まで入ってるわ。美味しいんだけどね、めちゃくちゃ甘い。今日は金曜日です。イスラムの国々は金曜日、日本でいう日曜日みたいな扱いなので休日なんですよね。そういうこともあってか全然人がいない。おはようございます。翌日になりました。カイロ来てからマジで何もしてないわ。何しに来たんだろうなと思うぐらいマジで何もしておりません。今日の宿からの景色はこんな感じです。そしてお部屋悪くないのよ。お部屋はマジで最高。1泊1300円ぐらいだったんですけども、スタッフが最悪。チェックインの時に他のお客さんがいて、自分は Wi-Fi を探しに立ったんですね。そしたらもう座れと、しかも言い方が気に食わない。 Sit down ですからね。座れって日本語だったら座れって言われたんですよね。はっと思って、いやいや Wi-Fi のパスワード探してるだけなんだけど、 Sit down 座れと、はっと思って2秒ぐらい睨み合ってました。なのでここの宿はもう部屋は最高なんですけども、居心地はよろしくないので消えます。ちなみにここ日本人の方泊まってました。久しぶりにスタッフに腹立ったな。この後は移動します。エレベーターあったのかい。そのスタッフ最後応対したんですけども、最後は別に感じが悪くなかったのよ。チェックインの時は最悪だったんですけども、ちなみにこのエレベーター、その専用のキーがないと動かないみたいで、自分は7階までエクサラホッサ、もうすごい重たい思いして荷物運んだんですよね。でその結果汗だくになったんですよ。で扇風機あったので、扇風機のつまみ強くしたら怒られました。はあ、疲れたよ。とりあえずグランドフロアから7階まで8階分か、8階分荷物持って上がったんだけども、壮絶疲れたわ、ね、これ上がる時もエレベーター使えればよかったんだけどな。昨日の宿もエレベーターすごいレトロだったんですけど、ここもなかなかレトロ。さてとグランドフロア到着しました。今日はもうこの後カイロ離れますわ。え待って、エレベーター使えたパターンじゃないこれ、マジか。とりあえずカイロ離れます。この後メトロ移動。久しぶりだ、エジプトの地下鉄。今いるのここなんですけども、2駅先のここの駅に移動したいと思います。以前来た際は結構遠い方まで地下鉄で移動したような記憶はあるんですけども、券売機はございません。窓口で買います。運賃いくらだったかな、10ポンドか20ポンドか、すごい激安価格だったと思うんですけども、聞いてみましょう。アルショハダ、5パウンド、 OK、 安い、5ポンド。ワンティケット、 Yes、 ワンチケット。初めてのパターン、地下鉄に猫。めちゃくちゃ興味津々じゃん。こんにちは。警戒してるのかな、この感じは。こんにちは。お母さん、こんにちは。ちょっとお宅のお子さんがすごい怖がってるんですけど、大丈夫ですよ。どうぞ。めちゃくちゃ警戒してんじゃん。もう一回、どうぞ。諦めます。ちなみにお水も置かれてんだよね。いや頭悪いな。もうエジプト人に対する偏見かもしれないですけど、今見ました、頭悪いわ。ここでハプニング、さっきのぶつかられたやつも置いといて、チケットなくした、てか取るの忘れた、取り損ねた、行きの改札で。マジか。ちょっと聞いてみましょう。いやありえねえわ。チケット取り忘れただけで100ポンド、500円よ。別に僕不正乗車してるわけじゃないですからね。無駄な出費、いやもう嫌だわ。ちなみに外国人大輝山本、これだったらもうタクシーで来ればよかったわ。無駄な出費、チケット取り忘れ、皆さん気をつけてください。外国人100ポンド徴収されますので、うわ無駄なお金払ったよ本当に。ありえねえ。今回も100ポンド払わされたりだとか、なのでもう一度言います、皆さんチケットの取り忘れマジで気をつけてください。タクシーで来た方が圧倒的に安かったわ。こういう無駄な出費本当に嫌い。とりあえず駅着いたので腹ごしらえしてから列車乗って移動したいと思います。以前ルクソールからカイロかな、アスワンからルクソールかな、エジプトの国鉄ファーストクラス乗ったんですけども、めちゃくちゃ鉄道安いんですよね。なので今回も
アレクサンドリア 2,3 時間かかるとは思うんですけども、かなりの激安金額でいけるんじゃないかなという気がします。ちなみに昨日まともなものマジ食べてません。甘いドーナツあれぐらいなので超絶お腹空いております。スモールサイズでこれか、自分が予想したよりもかなり多めの量できたわ。とりあえず食べましょう。ここはソース別添えタイプみたい。昨日一昨日食べたところはソース最初からかかってたんですけども、ここはソース別添えで自分の好きな具合にやるみたい。そして全スタッフが僕の方を注目しております。そんな中ソースかけていきましょう。イエーイ、もう全部いっちゃおう。おお、イエス、コシャリ。値段いくらだろうな、値段確認せずに注文してしまいました。うん、やっぱりうまい。お米も美味しいし、パスタもひよこ豆も全部美味しいんですけども、トマトソースかな、やっぱ一番美味しいの。これ中に入ってるパスタ、給食のソフト麺みたいな感じ、めちゃくちゃうまい。とりあえず50ポンド以下で会計できたら嬉しいわ。一昨日食べたところはこの 1.5 倍ぐらい量あって、20、30ポンドかだったのでめちゃくちゃ安いのよ。ごちそうさまでした。店員皆さん移りたがりありがとうございました。 Thank you。 バイバイバイ。ちなみに30ポンドでした。150円ぐらい、美味しかった。次はおデザどうするかな。前来た時ここら辺でフルーツジュース頼んだような記憶はあるんだよな。何か飲みたいな、どうしよう。隣のお店大混雑。前回来た際ここでオレンジジュース頼んだのよ。そしてすごく偶然、先ほど宿で一緒だった日本人、この場所でまさかの再会。彼はこのままバザーリックということだったので、とりあえずオレンジジュース頼みましょうか。アラビア語はマジで読めない。いくらだろう。オレンジジュース、オレンジ、ん、10、オレンジス10ポンドでした。そして先ほど再会した日本人の方に聞いたら、エジプト国鉄今外国人料金使ってるみたいで、以前ルクソールからアスワンかな、もしくは逆区間3時間ぐらいの列車乗ったんですけども、その時ファーストクラスで1000円以下だったんですが、同じ区間今セカンドクラスで6000円ぐらいするらしいんですよね、外国人料金で。この後駅行って金額確認して、それによってはもうアレクサンドリア行くのやめますわ。1杯10ポンド50円のオレンジジュース。あー、このちょっとした酸味がいいね。フレッシュオレンジジュースうめ。あー最高。思い出したぞ、前行った時このプルコギみたいに食べた、はい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 、この奥のやつ、これがめちゃくちゃ美味しかったのよ。なので今回も食べちゃおう。これ10ポンド安いね。超絶逆光お許しください。いただきます。プルコギアのよ、匂いは完全に、あ、うまい、これ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 、うまいうまいうまい。牛肉です。うん、このまたパン生地と合うね。これが50円で食べられるなんて幸せすぎるんですけども、プルコギサンドみたいな感じかな。めちゃくちゃうまい。駅到着、値段聞いてきましょう。また偏見かもしれないですけども、エジプト人は並ぶということを知らないと思うので、2人ぐらい横入りしていくんだよね。私もこれをやれってことなのかな。両親との戦いに今揺れている自分がいます。シーとアレクサンドリア、 Where? Upstairs、 OK。 現在は切符買う際、中に入って上のフロアにトゥーザフォーギナーズリザベーションオフィスってあるので、ここで買うみたい。なんだか嫌な予感するな。本当に外国人料金が設定されてるんじゃないか疑惑。 How much to Alexandria? 2 o'clock。 No, no, how much? Price? How much price? First class $35, second class $25. I'm sorry? First class is? $35. US dollars? Yes, US dollars. Second class is? $25. Just a moment.マジか、めちゃくちゃ値上げしてるわ。前乗った時はアスワンルクソールでファーストで800円ぐらいだったんですよ。やっぱり外国人料金適用になってるな。なので別に行かなくていいや。なのでもう実はカイロを出るチケットさっき買ったばかなんですよね。失敗した、もっと早い日付に変更すればよかったわ。なのでもう少しエジプト滞在しますが、動画編集などに勤しみたいと思います。てなわけなんですよ。もう
カイロにいることにしました。なのでお許しください。めちゃくちゃ値段が上がっとる。てなわけでアレクサンドリア行くのやめました。もう失敗したな今回のグダグダ旅行。とりあえずマンゴースムージー飲んでこの後どうするか考えますわ。マンゴーだ、うまい。これで40ポンド200円、安い。あと今カフェにいるんですけども、全面喫煙かなので居心地悪いな。早めに退散したいと思います。カフェでずっと入り浸ってました。今日のやつ決めた。 Wi-Fi が遅すぎるんで普通のドミやめます。ホテル違います。 Airbnb の普通の家確認したら25メガぐらいスピード出るということだったので、ドミトリーの10倍以上のスピードだよね。とりあえずドミトリー予約しました。1泊2400円ぐらいかな。ちょっと高いんだけども Wi-Fi の速度には変えられないわ。こっち来てまで何やってんだろうな。そしてもう日本でいう東京駅の前に野良犬がいっぱいいるというような光景でした。また地下鉄乗って移動します。今度はチケットなくさないようにします。地下鉄でね移動しようと思ったんだけども、なんかねこれ今から追っ始まりそうな雰囲気なのよ。後ろがオス犬なんだけども、もう今から始める気満々の体勢にまで行ったんだけども、どうでしょうか。もうオス側の準備は整ってんのよ。あ、邪魔が入った、残念。こいつもオスなのよ。こいつもオスなのでちょっとこの後どうなるのか気になるな、こいつらの行方。この黒い子がメス犬なんですけど、丁寧に前儀と言っておきましょうか。丁寧なねアップを施してるわけですよ、この奥の彼が。からのになるのか。もう丁寧ですね、もうちゃんと準備は整えてますよと。追っ始めるなら追っ始めてほしいんだけどな。もうよだれすごいのよこのオス犬の。お、頼む頼む、そうただメスが嫌がってるっていう感じかな。ちょっとね前儀が長いのよ、お願いだから。もう結構このオス犬もねホールドかけてくんだけども、ちょっと逃げると、逃げるんだけどまた近寄ってくと。ああメス側からもお返しか。なんか人間と変わんないですよねこう見ると。そうもうちょっと頑張れ。邪魔が入るんだよな最後の最後で。惜しいところまで行くんだけども、ここまで行くならちょっと最後まで頑張ってよ。さあ行くか。さあ入ってないよ。お、ついに。いやもうなんでそこまで行って、もう準備できてんじゃん。いや何、自分は舐められるの嫌だと。お結局何がしたいんでしょうねこの子たちは。お、行け。もしかして私のせいかなこれ。遠くからさっきから、ね、見守ってたんだけども、遠くから見守ったら見守ったでもう今から追っ始まりそうっていう感じになるんだけども、何やってんだろうね。もうかれこれこれ15分ぐらいこんなことしてんのよ、バッカみたい。お願いだからさ、こうパッとして、もうオス犬のねよだれがすごいのよ。興奮してんだろお前も、ちょっと追っ始めてくれ早く。そうそう、いいじゃないですか。逆だろって、黒いのメスですからね、ちなみに黒いのメスですよ。だからもう前儀はいいって、前儀は、そうなんでそこまで行ってやめるの、勇気だよ、ね、そこまで行ったらいけるでしょ。どうして逃げる、戻りなさい。ほらもうこのエジプト人もね、ほら戻れ言ってるじゃん。もうじれったいんだから。お、いいじゃん、始まりました。終わり、もしかしてもう終わり、10秒ぐらいしか経ってないけども、え、終わりっすか。ちょっと早すぎだと思うんですけども、もう1回戦行くのか。いやなんか必要にね、まあ、前儀なのか講義なのか分からんけども、終わりですかもう。だから黒いのはメスだって言ったら逆でしょって思う。この感じは終わりだね。これで終わりか、満足かお前ら、この絶妙な距離感。じゃあもう無事に見届けたということで、私は移動するよ。じゃあな、バイバーイ。
猫だらけ、1,2,多分10匹くらいここにいるな、1,2,3,4,5,6 子猫も含めて多分大所帯、もうビッグダディもびっくりの大家族かもしれないな。これ犬はいるし猫はいるし、これメインのステーションの前ですからね。なので日本でいうと東京駅の目の前に猫犬めっちゃいるみたいな、そんな感じのエジプトでした。チケット購入完了、7ポンド安い。今度はもうチケットなくさないようにします。入れたら取るの皆さん忘れないでくださいね。100ポンド500円取られますからね。そんなバカみたいに高いわけじゃないんですけども、いやもう久しぶりにエジプトのメトロ乗ったから。すごいよな、もう降りる人を通すっていう概念がないんだもんこれすごいわ、とにかくすごい。最寄り駅到着、切符はなくしておりません。ちなみにカイロの地下鉄こんな感じです。さてと駅の出口到着、どこからどう行っていいか全くわからず、スーパー行きたいんだけどスーパーマーケットあっかな。方角分かったわ、向こう側。そして珍しくキリスト教の教会があるんですよね。そしてこの交通量どうやって渡ろう。正面に犬がいるんだけども諦めたか。そうだよな、渡れねえよな。だからもうこれ現地の人はもうそのまま突っ切ってるんで、もうどこかタイミング見計らって行くしかないよね。今だ今だ今だ、行かせて。これ結構ね難易度高いわ。東南アジアよりもなんだろうな、車の量が多いんだよな。バイクは少ないんだけども、ただもうごめんね。はいはいはい、どうぞ先行って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 、もうここで止まるぐらいだったら自分行った方がいいか。さてさてさて、行かせてもらうよ。ごめんねごめんね、行かせてもらうよ。もう渡り方の正解が分かんない。もうこれでやって渡るしかない。めちゃくちゃ交通量多いわ。で向こう側スーパーないのかな。さっきはもう渋滞ひどくて車ノロノロ運転だったから難易度意外に低いんだけども、こっちひきりなしにそれなりのスピードで行くんだよ。もうだからもう行くしかない。行かせてもらうよ行かせてもらうよ。もう上級者テクニック行っちゃった。すんごいちっちゃいこの子。こんばんは。こんばんは。もう超ビビりで行っちゃった。無理だ。こんにちは。警戒しなくてもいいんだけどな。これこれでちょっと試しに来てごらん。逃げないで。ここかな入り口。多分この建物のどっかに今日予約したエアビーのお部屋あります。お部屋着きましたが、メゾネットタイプになってるわ。他にもいろんなお部屋があるんですけど、今誰もいないんじゃないかな。この建物なんかも多分誰もいないと思うんですけども、これが1泊2500円ぐらい。ここは電気どこだ。電気、洗濯機もあんじゃん。ええじゃないですか。シャワーブースもあってこんな感じです。問題はね Wi-Fi なのよ。 Wi-Fi が早ければいいんですけれども、ちょいと確認しましょうか。 Wi-Fi 接続しました。このスピードが遅かったらここを選んだ意味まるでなしですからね。2000数百円で泊まれたところ2泊で4800円払ってます。果たして Wi-Fi のスピードいかに。なのでね、一応ここの宿のオーナー、おお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 、やったやったよ、ついに。問題はねアップロードなんですよ。アップロード、あま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 あ、まあ、早くないよ、全然早くないんだけども、あよかった。これ多分5時間6時間ぐらいあれば動画はアップロードできるのかな。あよかった。ちなみにカイロ市内の安宿どこも下りが3メガぐらい、上り 0.2 とか 0.3 とかなので、 YouTube 一切上げられないんですけども、これだったらなんとか。あよかった、これだけでもここ選んだ価値あり。ちょいとスーパー行きましょうかと思ってたら、頑張れよお前ら、たくましくゴミを漁る猫たちが、なんかかわいそうだよね。まあでもね、こうもしていかないと生きていけないからね、この子たちもね。ごめんねゴミ漁ってるところ、もういっぱいあそこにもいるしね。もうこの子なんかゴミ漁りに夢中で私の存在気づいてないっていうね。すごいな日本じゃ、ね、あんま見られない光景なので、ごめんね漁ってるところ。はいこんばんは。はいこんばんは。びっくりしないでよ。とりあえずスーパー行ってきます。
自分が求めてるスーパーマーケットが一軒も見つからねえ。こういう小規模なお店だったり、あと個人商店はいっぱいあるんですけども、どっかにないかな。とりあえず入るか。さすがスーパー安いね。水ちっちゃいのが 2.95 だから15円ぐらいか。で大きいのが 4.75 だから25円もしない。めちゃくちゃ安いわ。あとはそうそう、これね、クロワッサン、皆さんこれでいくらだと思いますか。正解 4.75 だからこれも25円もしないのよ。ちっちゃいサイズが5個ぐらい入ってて、このでっかいサイズのストロベリーでも 9.45、 50円ぐらい。物価安いってやっぱりいいね。卵30個でだいたい143から 149.95、 150ぐらいか、700円とかで、割る算数230円とか、日本より日本の気持ち安いかなぐらい。ただ物価で考えたら相当高いですよね。まあ、いつも言ってるんですよ、日本の卵今でもまだあれ世界的に見て安い方なんですよね。昔10個で100円とか、信じられないですよ。衝撃の事実が発覚いたしました。今見てるのは契約した SIM の会社のポータルサイトなんですけれども、今回27ギガで200ポンドぐらいかな、このプラン契約したんですよ。ちなみに Wi-Fi なんだかねやっぱ遅かったです。遅くて3日連続動画上げることができませんでした。明日上げることはできるんですけれども、いやこれ間に合わねえなと思って SIM カード使ったんですよね。今日の動画28ギガぐらいあったんですけれども、半分ちょっと過ぎたところで SIM に切り替えて通信してたんですよね。で途中で全く動かなくなって、あれなんだろうなと思ったら、これよく見てください。ここ何示してるかというと、データ27ギガまでじゃなくて 13.5 ギガまでだったみたいなんですよね。よって今も SIM カード動かず、はあ、そういうとこ皆さんやっぱチェックした方がいいかもしれないですね、買った時に。だからなんだかぼったくられた感がすごい強くて、もちろん普通の人はこんな使わないんですよ。普通の旅行者であればね、もう四六時中動画見てるって方は別ですけれどもね、なんだかなっていう、もう嫌だわ。10月9日夜中の1時42分になりました。今回の動画も一旦ここで終わりたいと思います。ちょっと Wi-Fi が遅すぎるのって、これ以上エジプトにいるのちょっときついなと、なんだかグダグダな動画になってしまって大変申し訳ございません。なので今回お伝えしたかったことは、エジプトの通貨エジプトポンドが大暴落しました、今年の初めの方に。その結果今1ポンド5円ぐらいなので、僕がいた2年前は1ポンド7円とかそれぐらいだったので、がっつり通貨の価値が下がりました。日本円も今通貨の価値かなり下がっておりますけども、エジプトポンドはそれ以上に下がっているので、円安の日本でもエジプト旅行ではそれなりに安さは感じることができると思います。ただしいろいろ値上がってます。単純にインフレ、これも世界中に見てしょうがないじゃないですか。インフレが起こってたので、以前はピラミッドのところから空港まで700円ぐらいでタクシー行くことができました。なんですけども、今はカイロの街中、まあ、位置感的に言うと空港があってカイロの街中があって、さらにその奥にピラミッドがあるって感じなので、ピラミッドの方から空港への方が圧倒的に遠いんですけれども、そこと今イコールぐらいの金額になりましたので、通貨の価値は下がってもそれ以上にインフレの方がひどいのかなっていう状況。あとはエジプト国鉄の料金に外国人料金が適用になっております。以前はアスワンルクソールファーストクラスで800円ぐらいだったんですけども、今おそらく5倍ぐらいするんじゃないですかね。 4,5 千円はすると思います。アレキサンドリアの方行こうかなと思ったんですけども、往復1万円かかると、まあ、別に行きたいっちゃ行きたいけども、ちょっとやることいっぱいあったから、まあ、今回はいいかなという気持ちになってしまったわけなんですけれども、エジプトの国鉄の料金が上がってしまいましたのでお気をつけください。あとは気持ち2年前よりかはエジプト人マイルドになったんじゃないかなっていう気がします。前よりもっとうざかったイメージがあったんですけど、今回そんな感じはしなかったですね。ただし空港でのタクシーっていう攻撃はものすごいんですけども、今までほどではございません。空港から街中までウーバー使う方が多いと思うんですけれども、中東発祥のカリームというアプリの方が安いこともありました。今空港までの金額見てみたらそんな変わらなかったので、ケースバイケースなのかな、ウーバーとカリームどっちも入れた方がいいかもしれません。カリーム英語対応しております。日本語には対応してないんですけども、アラビア語は皆さん全く分からないじゃないですか。もちろん分かる方いらっしゃるかもしれませんけども、僕は1ミリも分からないので英語でやってるんですけども、何なら登録できて実際に使えておりますので、エジプト来る際、むしろ中東行く際はどっちも常備した方がいいのかなっていう気がします。あとは毎度おなじみコシャリが美味しかったりだとか、食費は安かったね、今までと同じ。それ以外の部分が結構値上がりしてるなっていうイメージで、あとはエジプトどこの宿でも Wi-Fi 遅いです。
もちろんスマホよりもパソコンの方が遅くなる傾向がありますので、この宿もスマホだったら全く問題ないんですね。50メガぐらいは出てたりすることもあるんですけども、いざパソコンで使おうとなると5メガだとか、下り5メガのアップが 1.5 とかそれぐらいのスピードしか出なかったので、自分が追い求めてたスピードではなかったというのもありますので、今回はもうこれでエジプト終わりにしたいと思います。今ちょうどスピードチェックしてるんですけども、スマホだったら全く問題ない、 36.6 出てますし、アップの方も4、5ぐらいは出てますので、スマホだと全く問題ないんですけども、まあ、ほとんどいないと思いますが、 YouTube の動画上げるだとか、オンラインゲームするだとか、大容量の高速インターネットが必要な方は正直エジプト向いてないと思います。これ高級宿でも多分同じだと思うんですよね。前高級宿の方にエジプト滞在したこともありますけれども、あんまり Wi-Fi 速くないなっていうところもありましたので、ちょっと YouTuber にとってはきついなっていうのがありましたね。以前はそんな苦労した記憶はなかったんですけども、ちょっとこれ以上いるのはきついなということで、今回もこれでエジプト終わりにしたいと思います。なので正直観光らしい観光は1ミリもしておりませんが、伝えたかったのはエジプトポンドが今めちゃくちゃ下落してますと、円安を通り越してエジプトポンドレスの方がすごいよっていうのと、あとは若干やっぱりインフレが起こってるよと。ただポンドレスもありますので、そこまでの負担は大きくないかなっていう物価の上昇です。あとはエジプト国鉄外国人料金導入しておりますので、今までのような激安金額で鉄道を乗ることができません。これらを主にお届けいたしました。あと SIM カードも注意してください。空港で買ったはいいんですけども、27ギガで契約しましたが、実際は 13.5 ギガしか使えませんでした。4社あるんですけれども、まあ、携帯は街中で買ってもそんな変わらないと思いますので、空港で買うことをお勧めします。あとはバスであったりメトロで行くこともできるんですけれども、結構面倒なのと、カイロの街中までは1000円以下でタクシーで行くことができます。バスであったりメトロ使っても100円ぐらいなので、この差なら僕はタクシーの方がいいかなと思います。バスも乗り継ぎが必要になりますし、最初のバスの乗り場もよくわからないですし、バスステーションまで行ってそこから移動みたいな形になるので、ちょっと面倒くさいような空港です。空港からの移動は Uber もしくはカリームおすすめしたいと思います。白タクのおっさんいっぱいおりますので気をつけてください。それでは今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。